皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は前回に引き続き再生医療のことについてお伝えしていきますが、1ヶ月のリハビリの変化っていうのは動画でまとめてお伝えしたと思います。でまたその後の1ヶ月ですね、のリハビリの変化を映像とともにお伝えしていきたいと思います。分離をしてないと腕を前に出した時に上体が前に倒れてしまいます。重力がない状態でコロコロすることで無駄な力が入らずに体幹と腕の分離を意識することができます。続けていくことでコロコロしている状態では体幹が動かなくなった、顔が前後しなくなりました。ビフォーアフターを見ていただけると全くこの前後の動きっていうのがなくなったのが分かると思いますし、なおかつ前傾になっても倒れずに腕を出せるようになりました。鏡を持たなくても前傾になった状態で両手でメイクができるようにしたいというので、次はリハビリを行いました。骨盤が安定し上肢の動きが良くなったのがビフォーアフターで分かると思います。春ですが、トレッドミルから離れて自分で重心移動ができるかチャレンジという段階に今度は進んできました。杖を使って歩くことで不安定な状態にはなるんですが、それでもこうバランスをとってられるかというので歩いています。体全体を使って足を出してしまうので、まずは上体がぶれないように重心移動ができるかどうかをオールインワンを使いながら練習してます。日によってうまくいくときとうまくいかないときがまだまだあるので、なぜうまくいかないのかを考えながら現在もリハビリを行ってます。立ってるときの姿勢が良くなるように恥骨を引き上げるトレーニングを行っています。こんな感じでですね、前回の1ヶ月よりはあまりなんていうんですか、大きな変化っていうのは感じられないような風に見えると思うんですけども、目に見える変化のところは前回やったけど、今度細かい部分ですね、健常者の人たちが何気なくやっている、要は何も考えずにとか筋肉が自然にそうなるようなところをこの1ヶ月リハビリしたんですよ。だから普段イメージしてないことをイメージしながらやってるっていうことなので、めちゃくちゃ難しくて、何気ないことを何気なくなくというか考えながらやるって、分かんないのに考えるってすごく難しいんですよね。なので、変化的には大きな変化は見えないように見えるんですが、でも分かる人が見たらめちゃくちゃ変わってるというか、ここができるようになったんだねっていうのがすごく分かるようになってますし、自分自身も分かるようになってきました。でラーメンを肘つかずに食べたいっていうことを目標にしてたと思うんですが、結局ラーメン食べるときって肘つくということがついちゃう、つくもんだっていうことが分かりました。でもその時の姿勢ですね、そのなんか首の角度とかそこを変えていこうっていうことで、今はこんな感じでラーメンを、以前は両手をついてないとバランスを崩してたのですが、こんな感じで片手でスープが飲めるようになりました。麺をすくう瞬間はこんな風に両手を離せる瞬間ができるようにもなりました。全然違和感なく、しかもこれ半ケツなんですよね、お尻を
少し出して背もたれに寄りかからずに食べてても安定して食べることができるようになりました。で、一番の自分のその分かりやすい変化というか行動の中で変わったなって思うところは、自分の顔を洗うときに今までこう片手でしか洗えなかったんですけど、両手で水をこうすくって洗えるようになったっていうのが大きな変化だなというふうに思います。自宅の洗面台になるんですが、バランスが取れないために以前はこんな風に片手で支えながら顔を洗っていました。で、今は座面の前側にこうちょっと座って両手で顔を洗えるようになったので、すごく楽になりました。はい、じゃあ行くね。お手手が届きませんので、お尻を前に出してハンケチにします。そうするとハンドソープにも届くし、お手手が洗えますと。これがスティムライトでやってる時の、ここで姿勢保てるから。はい、ロホさんに変えまして同じようにしてみます。届かないよね。これもう分かる？ここめっちゃさ沈むからさ、もうすごい不安定、不安定、も足が落ち、もう足落ちる、不安定の使われるかな。伝わんない？こんな感じになります。だからもう怖い、保ってられるが今めっちゃこっちにある。クッションで姿勢の取りやすさや動きが大きく変わってくるので、自分の体感レベルに合わせてクッションの種類を選ぶことがやっぱり大切だと思います。リハビリを通して、動かせることになった実感っていうのは、やっぱり日常動作でどれくらい今までと違うことができるようになってるのかっていうことで、自分自身がすごく実感しているので、ピンポイントで両手で洗顔できるようになりたいっていう目標を立てるとしたら、それに向けてやっぱいろんな部位を意識して使わなきゃいけないし、意識しなくても使えるようにしなきゃいけないしっていうのがあるんです。なのでリハビリしている方々とかは、イメージ自分がしやすい日常動作がまず1個できるようになるっていうトレーニングをすると、思っても見ない体の動きが多分できるようになったりすると思うので、ぜひそんな感じでリハビリを行ってみたらいかがでしょうか。教科書通りというよりは、なんかいろんなそういうちょっと細かいところを目指してリハビリしてみたら、なんかいろんな面白い変化が出てくるんじゃないかなというふうに私は思います。ということで、後半1ヶ月のリハビリの変化をお伝えしていきました。今後のリハビリのペースとかまた動画でお話ししていこうと思いますけど、でも引き続きリハビリを行って体をね、もっともっと使えるようになっていきたいと思います。ということで、この動画がいいなと思っていただいたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。You're the one.